昨ノワンジュイシージータイム 皆さんこんにちはギノワンチュイ CG タイムの時間ですこの番組はギノワン市社会福祉協議会の企画制作でお送りしておりますそして皆さんお久しぶりです本日のお相手は地域福祉推進係の赤嶺舞とはい、はい、FM ギノワンの山チですはいギノワンヒルズ通り FM ギノワンのスタジオから生放送で午後5時までお送りしておりますので 皆さま最後までお願いします、はい、そして私たちギノワン市社会福祉協議会通称ギノワン社協では注意注意 CG の人と人がつながる優しい街ギノワンを目指しギノワン市の地域づくりや福祉の推進を行っている団体となっております<お>はい。そしてそしてこの番組ではメッセージも募集しております <laughs> メールアドレスは797アットマーク FM ギノワン .com、はい また、うん、FMGINOON ではインターネットにてサイマル放送を行っておりますよスマホでも聞くことができアプリリスラジオをダウンロードしていただいたらいつでも聞くことができますそして Ustream とツイキャスで映像と音声を配信しております f m g i n o o のホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。今日はですね 私一人なのでぜひぜひ皆さんコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします今日はですねあのー、先週行われた普天間中学校区の UU8、うん、フティーマの話だったり、はい、ボーリングの話だったりちょっとゆるーくやっていきたいと思いますので皆さんよろしくお願いします、はい、それでは幸せをつなぐ技能 1JCG タイム今日も始まります 途中始めてたはず。太鼓さんは役けるけど、太鼓さんこんにちは。こんにちは。ちは赤嶺舞さんです。よろしくお願いします。社協の、えー、看板娘。いや、あ、ありがとうございます。<laughs> <laughs> 素直になろう月間。おおいい、ね、頑張ります。<laughs> 社協の看板娘ですよ。問題児ですよ、問題児。そうですか。<laughs> それもあるかも、うん、ある意味問題じゃないある意味問題じ <laughs> よろしくお願いしますじゃあ最初はフティマフティマから行きますどっちがいいですかボーリングフティーマですよね、うん 7月18日ギノワンチュイ CG タイム始まりましたこの番組はギノワン市社会福祉協議会の企画制作でお送りしております、はい、そしてこの時間はふくトークになっておりゲストを紹介するコーナーになっているんですけども、うん、今日はですね先週の金曜日、はい、そう13日の金曜日に地域づくりタウンミーティングを 普天間中学校区バージョンを開いたので、はい、その話をしていきたいなと思っていますそしてツイキャスの方でタイ i さんから「やほー」って来てるので「やほー」って来てますね「やほー」でございます、はい、はじめましてでございます、うん、よろしくお願いしますはい皆さんねお気軽にコメント、えー、メールいただければと思います,す、はい、よろしくお願いします、はい、さあえー、っとこの「ゆ、はいゆいトフティマとは、はい、一体なまずは何ですかねどんなあれなんですかそうですね 今まあうん、難しく言えば介護保険の改正によって地域の高齢者を含む子どもからお年寄りまで、うん、誰もがですね、うん、安心してお家で暮らす地域で暮らしていくためにみんなでつながりましょうよっていうのができたんですよ制度として、はい、そのためにじゃあつながるたどうすりゃいいのっていう話で、うん、じゃあみんなが 集まる場を作ってください話し合う場を使ってくださいっていうのが競技隊ていうのになるんですけども、うん、そこに普天間中学校区のエリア野岳1区、2区、3区、はい、普天間1区、2区、3区、うん、アラグス区、9名区で、えー、3回ぐらいあこの前で3回目ですね。3回目やっ <で>うん、もう競技隊の名前は難しいから集まりづらいよとしかも PTA と思うさみたいな話があったのでふてま中学校区って言っちゃうとですね確かに中学校区だからねそう,そ,うそ,うそうなんですよなのでいいなんか親しみやすい名前を決めようっていうことで2月のこのタウンミーティングってあの FM 議論さん紹介していただいてるんですけどゆいゆい A とふてまっていう名前にみんなでそう。 何回戦かしたかわからないんですけどね、手を上げて、4、5回やった、やったこれ、どんなそれぞれグループでね、名前を考えてもらって、盛り上がりましたね、投票制ですよね、やって、ゆいゆいでつながる8が8時近い、8時近い、フティーマがフテンマっていうことで、ゆいゆい、えっと、フティーマっていう名前になりまして、そうなんですよ。で、名前が変わって、第1回目だったんですよ、選手が。 結構いいっぱい来てましたねそうです参加がなんと56名ほど、うんはい、来てましたさすが普天間つく、ね、っていう感じでこの日いろんな行事がかぶってたみたいなんですけどそうかぶってましたよまた暑い中でもあったんですが、うん、皆さん参加していただいて、うん、まあ何をやったかっつうとはいいろんな 地域の人たちが集まっているところみんなが集まっているところどこがあるかなっていうのをそれぞれで出し合ってもらって子どもの居場所とかね、うん、まあ高齢者の居場所とか公民館もあるよとかあるんですけど、はい、面白いなと思ったのが、うん、ある民家が壁を黒板にしていてはい、はい、子どもたちがいつでも落書きできるようにチョークを置いて準備してるとかあれすごかったね、はい、あれはさすが地域の人が聞いたならではのなんか内容だったなっていう感じ、うん、あれ見に行きたいね そうですね。もうなんか早速新聞記者が取材に来てたっていう話を昨日聞いたんですけど。<laughs> 本当は中身にさんじゃないかまた。はい、多分だと思います、ね。すぐ,すぐ情報になした。すぐだからな。ちょっと乗り遅れましたね。だからよ。はい。やるなっていうこの話は。ね、で、うん、結構なんか参加者の方から話があったのが。うん なんか普段関わらない人たちと関われたのが良かったかそうそう、僕もねあの実はこのミーティング参加しまして、ゆうゆとて今。ああ、そうそう、いつもありがとうございます。であのー、いつもね取材で参加してるんですけど。はい、ああ、そうですよね。いつもはね取材。はい。ただ今回はあのー、実際中に入ってこのなんていうのあのー、一住民として参加しまして。おお。はい。 楽しかったです、ね、楽しかったですがグループワークすごい山内さんとこ盛り上がってたイメージがあるんですけど、うん、はい割とあのリーダーシップ取る濃くて面白い方がいて、ね、あそうですねもう名物会長が <laughs> 野崎さんくのあじゃない伏、はい、山さんくんの渡垣会長がいて、はい、あのとっても盛り上がったんですけどこのなんていうんですかね本当に地域のこの居場所、うんはい、要するにあの 公民館とか行政がやっているようなのと違って自然に集まってきている場所例えば井戸端会議ですよ、女性ベンチがここにあって人が集まってきているよとか、はい、あとはそのなんだ、えー、こっちでも昼から飲んでるよみたいなそういうのもあったりとりあえず、良、まあ、きにしろ悪きにしろ,にしろ居場所ですから。そうですね、うん ややかかコミュニティがでできてるってことですかねそういうのをみんなで出し合ってという感じだったんですけどやっぱりねなんていうんですかねやっぱ知らなかったものが場所とかが多かったですかほとんど僕は知らなかったな<ー>だからやっぱねもっともっと目指、はい、していかんといかんなと。うね、あさん、うん、っていうことですかイエスでも 結構あの社協ラジオを通して FM 技能アンさんと仕事する機会が増えているんですけどもどうですか実際聞いてみたかったんです今日せっかくなんで聞きたいなと思ってるんですけど地域に入ってみてどうだったのかなってどう,っって,どうっていうと感想どうというとつなんかがりが増えたのかどうだったのかっまず、このを聞きたいなと言っ,って自治会長さんたちと、はい、まあ飲んだり、まあ、あの後、ね、あと飲み会もあったり。 実際、顔を覚えてもらったり、民生委員さんからね取材行ったら、ああ、FMG の案でしょみたいな、うん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 分からないと思って、こっちは僕は知らない体で、僕は知ってるけど、あっちは知らないはずなっていうので、毎回 FMG の案ですって言うんですしたら知ってるよとか、そういうのがやっぱ増えてきたので、とっても嬉しいですね。ただやっぱり あれ出たりしたらやっぱまだまだもっとなじまんといかんなと思ってまあでもこれからいろんな場を作っていこうと思うのでそうですねもうぜひぜひガンガン出ていって参加したいななんかもう普通に自治会長会の集まりにもいますもんね最近ねあだから来月も呼ばれたし <laughs> なんかもうちょっと社長が嫉妬しちゃうかなってぐらい溶 <laughs> け込んでたすけど <laughs> この前、話の会長に暗いよって言われましたからね。ああ、そうですね。<laughs> <laughs> この前ね、特別番組もするぐらい地域とつながって。うん、そうそういや、まあ、うちは暗いなって言われました。いなてれ何かか見られてるんじゃないですか <laughs> <laughs> ちょっとね、でもね、やっぱりそんなって言われるっていうのも、うんうん、やっぱりだんだんこう馴染んできた証拠かなと思って、これからいろんなツッコミが入ってくるかなと。怖いね。 <laughs> ああもう突っ込みどころ満載なのでね、<laughs> 山内さんはね。どういうことですか。あ、なんか、この他の番組を聞いてたね。はいう、ね。さ、うん、ラジオでちょっとお真面目にやってますけどね。<laughs> 他の番組ではちょっとね。お、大真面目です、いつもね。それはどうなんでしょうかね、はい、皆さんに聞きたいんですけど。まあ、だからね、本当にあの、楽しく話し合いができたな。っていう感じでしたね。<laughs> はい、とっても、あの、入ってみて。 よかったですだから取材記事上げられなかった、はい、写真も一枚も撮れなかったからねあ嘘。うん、<laughs> まあ今回はね一参加者っていうことでまたなんかみんながつながる場が欲しいっていう声があったので、うん、またちょっとあの真面目な部分とちょっと遊びの部分を入れながらフティーマーはやっていきたいかなと思ってますので、うん、フテマでもやっぱほんとすごいねあのー、僕なんかの席でも、うん、あのー、まあ知らなかった この保育園の方がいて園長さんがいてそうそう今回保育園の参加もあってですねそうそうとってもねやっぱ話できてよかったですよ。うん、そうです、ね、なんかこういうところがあるとは思わなかったとか子どもの居場所にしてもね、うん、なんか協力お願いしたいですって言った後にここあるよここあるよっていう結構地域の方が動いたりとかあったのですごいなと思ってそうなんですよだからやっぱね居場所づくりっていう 大きなね、うん、テーマがありつつもやっぱりこのコミュニケーションを広げるための、はい、顔をね知っていただくっていう、はい、あれにはとても良かったなと思いましたねただこのなんていうんですかねあの居場所作り、はい、今回居場所はこっちだよっていう今見つけていってたんですけ、はいそ,ね、その後は実際どんなやって今考えてるんですか えと見つけた後は、うん、まあとはこういうところがありましたよってもう一回みんなには返すんですけどもそれに対してですねどんなことが協力できるのかなってまで考えてほしいなっていう。あそれはまた、はい 次,次回次回っつってどん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 深めていく深めていきたいなやっぱ全然時間が足りないなと思ってあれも2時間あったんですけど押してましたもんね、はい、い押しましたもう時間はもうきっちり今度からできるようにしたいと思うので負け負けっていうこの自治会長たちの圧力がそれもまた地域らしさというか面白かったね、はい、早く飲みたい封じでしたもんね 何かしましまょうこうしていきましょうって段取り踏むよりも出会って、うん、あこういうのがあるんだねっていういろんなだろう刺激とかアイディア出しをした方が皆さんそれぞれで動けるというかもう進んでいく人たちかなと思ってるので、うんうん、なんかねリーダーリーダーシップ取れる方大きくてね、はいはい、そういう方が結構いっぱいいるなってそうです、ね、普天間区は。ク うん、私たちの方がついていくのが必死というくらい <laughs> 大変なんですけど、はい、そう大悟さんからもコメントが来ておりますいろいろな人がということでそうたくさんの業種の方と、はいうん、これいろいろな人がだけ来てますけどそのあはもう疲れたんですかねなん <laughs> でですすかねね <laughs> <laughs> 力尽きたんで気になります、ねはい、というわけで、はい はい。U U e i g フティーマはこんな感じで盛り上がっていますので皆さん。本当にねこのラジオ聞いてるこのフティーマ地区とかこの地区の皆さん、ぜひあの次回は参加していただければ。そうですねぜひぜひ。まあいつかはねあの F M 喜ノ川さんの中継とかも入れながら、ああいいですね。他のコ区にも届けられるようにしたいなと思ってます。いいですね。はい。はい。よろしくお願いします。そして今日もう一個お知らせがあって、一曲挟んでからじゃあお知らせいきましょうか。はい。 AWI チマナミレディオあ,っあそっかすね、はい、さんねすねさん,ん途中でじゃあはいえーとだけでいけそうだけどなはい まだまだ話せるぞじゃあ、ちょこっとだけお知らせ挟んでやりますうん、これも話した方がいいんじゃないかウリング、うん、最後にちょこっとで大丈夫です大丈夫ですかこれだって難しいもんパッと聞いただけじゃ分からないあ OK です、わかりました、うん、一と今の現在の集計、集計も おお。いいね、はい。素晴らしいね。そういうの、途中途中で行っていくっていうのはいいんじゃない、うん。でも、全然足りない。<laughs> <う>純利益としては、十四万なので。目標百八十万円。純利益が。うん、売上がじゃなくて。売上自体は、三十万です、今。 さあ、お送りしている曲はですね。えー、っと、エイウィッチ。まなみで。ラジオ。でございます。おええー、大塚健二さんからコメント来てます。はい、こんにちは。宜ワンからツイキャスで見ています。あ、大塚健二さん、お帰りなさい。大塚健二ちゃん、あの、この。今週のね、土曜日の。うちのイベントに合わせて。うんうん また、ます土曜日、社協メンバーも、この自治会名、町メンバーも、来るので。楽しみにしてます。台風来ないといいですけどね。本当よね。本当になんかさ、けんちゃんの顔見たら、あれですね。なんか久しぶりな感じがしないですよね。そうです。あ、私久しぶりかもしれない。なんか、来てない間に、いろいろこういすぎて、いろんな行事がありすぎて。 すごい何年もたってるよくか <laughs> の気分になってるぐらい。あでも本当ね前考えたら、あのー、自治会加入スペシャルで来てますからね。はい、で土曜日にね <laughs> FM 儀乃湾でね花代会長のトップインタビューもしたんですけど。 あれもすごい前のように感じるぐらい。ということでてるてる坊主を作りますねってことで大塚健二さん<あ>、ぜひ私がなんかぶ、ね、ってやってもらい <laughs>、ええ、ざい。ということで、はい、そしてもう一つお知らせがあります。チャリティーボウリング、はい、FM 技能アンさんが CM の制作とかご協力いただいてるんですけれども、はいうん、今年もやります。えっ、ー、と 社の福祉バスが購入,購入のためにもうだいぶ古くてですね、うん、保育園制とかが活用してたりとか、はい、老人会とか、うん、地域のいろんな人たちが活用して市内に1個,1個,1個しか福祉バスないんですよへえ<ー>それがもう老朽化がやばいあの雨漏りとかするという噂す、ね、そ,うそうなんですよねはい、うん、なのでそのための購入するためのチャリティーということでボーリングを、うんはい 7月1日から9月30日までやっております。うん、で、2ゲーム代込みで1500円で一部をボーリング場で、はいうん、一部を社協の福祉バス購入の資金に当てていきたいと思っております。なるほど。開催できるのがイ、うん、ノワンボールレーンターセントラルマッチナットボールで行われますので、チケットを購入していただいたらこの3カ所のボーリングで期間期間中期間中ボーリングができますよっていうことで、2>, 2ゲームね。うん、はい。でまたあのー、個人賞も 準備しておりますので、<う>11月にある市民福祉祭りで、あのー、このボーリングしてもらった方のスコアを集計して、ですねすごいねい表彰をするというこれだからチケットを買って、うん、この3つの会場でボーリングをすればいいということ、ね、ででそうそうなんですね。 またあのボーリングはなかなかできなくてっていう方は、ぜひぜひあの寄付とか。あの商品提供とかも受け付けておりますので。寄付はあれでもいいんですか。何でも。振り込みでも。いくらでも。はい、いくらでも。大丈夫なので、ぜひぜひご協力お待ちしております。で現在がですね、約三十万円ぐらいは。あの募っております。けどもまだまだ。 ちょっと目標額が、満たないということで、うん、もうぜひ皆さんご協力よろしくお願いします。これ目標額も言えるんですか?。目標額は180万。<laughs> <laughs> もう、ってなって。ドーンと出てますけど、はい、3年間の授業で、うん、今年が最終。はい。っていうことで、はい、もう、皆さんぜひご協力お願いします。はい、あとは、チケットの。 お求めの方なんですけどギノワン市の社協でも取り扱ってますし、はい、各公民館,公民館でも行っておりますそして今回 FM ギノワンさんにも窓口をご協力いただいてますので、うん、気軽に FM ギノワンさんでも購入とか寄付なりをしていただけますのでよろしくお願いしますあの人にも買ってもらおうねあ大塚賢治さんにも一緒にボウリングに きましたね。ということで、はい。でコメントも来てますね。太語さんから、あああの時の特番のっていうことで。そうなんですよ。はい。うん。トップインタビューのことですかね。あ、そっかどっちだろう。加入促進の時のですかね。トップインタビューかもしれないですね。トップインタビューの時。だねああいう形で地域のリーダーみたいな人たちの人生を聞けたらなと思っております。はい。ええぜひね皆さんチャリティーボーリングあの 楽しみながら、ねえー、チャリティーができるというなんていうんですかね一石二鳥三鳥三もできます、はい、そしてやっぱりねこのチャリティー先というか、はい、この寄付先というのがどうなるかっていうのも、うん、もう 透明ですので。そうですね。しかもこの地域の安ですもね。福祉バスを買う。そうそうそう。福祉バスというのが多分みんなピンとこないと思うんですけど、市内の保育園生とかがピクニックに行くとかお出かけする時のバスになってたり、あと老人クラブとかクラブとか、まあいろんな団体さんがまあどっかに行きたいって言った時のバスになって、21名乗りぐらいだったと思いますよ。だか結構大きいバスなので、地域がね活用できるようなバスですので。そうですね。まあ乗る方がね。 やっぱり子供だったり高齢者だったり障害を持っている方だったりなので、うん、やっぱりちょっと綺麗で安全なバスに乗ってほしいなと思ってますので,、はいですね、ぜひぜひご協力よろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはい。以上ですかはいボーリングに関しても毎週ぐらいに告知をしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますそしてはい何ですかこの音楽が流れからそろそろ あと三分、三分,分だよっていう話ですか。すか <laughs> 毎週やってますよね。はいはい。はい、そうですね。うん、私久しぶりで、あそっか今社協番組交代制になっているので、うんうん、そう前はね結構毎週ぐらい来てたんですけど、今月一回か二回ぐらいかな来てるので、やっぱ緊張しますね久しぶりだと。一人ですね。 一人今日はね、皆さんちょっとお忙しいので、ちょっと一人で、あとちょっと、のねゆう8の話とチャリティーボーリングの話もゆっくりしたかったっていうのもあるので、ちょっと山内さんと、ちょっと、そうゆう8の話はしたいなということになりました、すみません、今日はゲストがいなくて、いや、いいですよ、たまにはね、こういうゆっくり話するときも、なかなかないですからねそうですかね、そうですかね、あんまり自分の話は得意じゃないんですけどね。 ということさっきはね。なんか緊張するんですよ。久しぶりにラジオに立つとですね。はいっていう感じでね。あのどんどんいろんな裏話とかも裏話、裏話ま、こんなイベントでこんなことやりました。よっていうのも話していきたいなと思っております。そして、来週は自治会紹介ということで、急落自治会やっと。はい きますので、よろしくお願いします。で、またですね。8月、9月、10月とどんどん写経のイベント入ってきますので、またそちらも紹介していただけたらなと思っています。知念、うん、会長来るんですか。知念会長が来る予定です。おお、はい、いいですね。はい、この前もね、はいえいと、終わった後ね、来てもらって。いい話聞けたので、あのー、この。 ミーティングの後にやっぱり皆さんと飲みまして、はい、それでやっぱりねもっとこの地域に対する深い話とか、うん、まあもちろんおちゃらけなおちゃらけた話とかもしますけどもやっぱそういうこの飲みの場と、はい、ミーティングとで絡めたらすごい楽しかったですね、はい、あ,ありがとうございます、うん、もうできるだけ鮭はもう気軽に、うん、あの誰もが参加しやすい形でやっていきたいなと思ってるので、うん 話し合うだけじゃないイベントも考えようかなとは運動会的な運動会はあれなんですけど <laughs> ダンスとかああダンスいいっすねとか何かしら地域の方を身近に感じてもらえるヒップホップではないんじゃないですか <laughs> 多分フフォークフラ かフォークダンスでしょフォークとかディスコミュージック世代もいると思うので世代交流をどうつなげていくかをまたちょっと考えたいなと思いますけど、ねはい、面白いですからねもう、はい、本当にね楽しい方ばっかりなので楽しいことやってね地域づくりしたいですあ大悟さん「ブレイクダンス」って出てますけど <laughs> 私が踊れないっていうあれですね <laughs> あっ真さんが踊れないとダメなんだそうですねやっぱりちょっと主催なんでね <laughs> <う>ちょっと踊りあでも何でもいいんだったら何でも踊りますやるとですかやるはやりますのであのなんだっけ <laughs> 上王者なのあのボックスダンスはもう大丈夫です、ねはい、あれも上等ですので、はいはい、楽しみですねです、はい、というわけで今日は、うん えー、UU8 フティーマのお話とチャリティーボーリングのお話をしました、はい、今日はあのお一人私一人なんですけど皆さんお付き合いありがとうございました、はい、来週は急なく自治会の紹介をしていきたいと思います<っ>皆さんも暑くなって台風も近いので熱中症と風邪には気をつけてください、はい、それでは今日もせーので終わりたいと思いますせーのさよならあ、今日言わないんだ 今日言わないんだ、何もああ、迷子さん、お疲れ様でした <laughs> <laughs>